エミさき、はい、今日のファッションのポイント、聞かせていただけますか私はもうサムシングピンクというか、ベリーベリーピンクって感じなんですけど、<え>もう会場にもピンクをね、身につけた方がたくさんいらっしゃってて、可愛いらしいなっていう、はい、雰囲気ですよね。はい、ちょっと回っていただいて、全、はい、身見せていただけますでしょう,かうわー、わ、素敵。 ありがとうございますマットさん、はい、いいですよね、この明るいこのピンク、えみち,、ね、ちゃん、本当にいつもおしゃれで、うん、ご自身でね、えー、ブランドもやってらっしゃるので、うん、本当になんかこれもご自身でなんか用意されて、はい、いつもこうチェックして。<laughs> えー そうなんかいつもね <laughs> 衣装をやってらっしゃるので、ね、やっぱりおしゃれなしマットがとにかくねああ目立つから今日はもう負けてはいけないという気持ちで <laughs> <けな>い <laughs> はい派手めなピンクをチョイスしてわあとっても素敵ですえっとこれオートクチュールで、うん、あの僕自身が自分で生地を選びに行ってあの作ったんですけどはいっていう感じです下もあの下は太安田さんっていう方のあのデザイナーさんなんですけど。 が作ってくださって、これもお得チュールで、あの自分でデザインして、お願いしてっていう感じなんですけど。<ー>はい、すごくたくさんのスワロフスキーがキラキラ。そうなんです。キラキラ。キラキラ,、うん、キラ,キラです。はい、ええー。は、まあ、全身キラキラでお越しいただきました。はい、一番は。そうですね。えっ、ー、と、今のお。 音あ今の夫というか私、初婚なんですけど <laughs> 今,今の夫と結婚する前まだお付き合いしていた頃に初めて一緒に過ごすクリスマスの日にあの彼の仕事がすごく終わるのが押してしまってあの3時間待たされた経験が。 あって、で待ち合わせした場所が恵比寿のガーデンプレイスってご存知かと思うんですけど、えー、すごくあのクリスマスのイルミネーションがキラッキラしてるところで待ち合わせをしたんですけど、うん、もうこっちは3時間待たされてるので。 全然あのー、嬉しくもなくなんかワクワクっていう気持ちももうすっかり冷めてしまっている状態で待ち合わせをした記憶がはいあの結構強烈な印象に残ってますねよく発曲せずに結婚に至りましたよ、ね、確かに、えー、本当にそう思います、うん、えそれってエビス ね、もうたくさんの方でにぎわってますし、あそこでクリスマスになるとツリーが、ねはい、あっあたり、はい、皆さん集まる場所ですけど、その場所で3時間って、結構なその場所道端,道端で3時間経って待ってたわけじゃないですけど、だいぶあの近くにすんちょうど住んでるお友達がいたので、あ<ー>あのちょっとお邪魔させてもらって、<laughs> <laughs> なんかたこ焼きとか食べてて待ってましたね第一声はどういううに言ったの、うん、待ち合わせたあとは。 えなんて言ったかなっ怒っちゃったのか、それとも、まあ、仕事だったから。笑顔はなかったよね一番のプレゼントはやっぱりでも、あの今、うち娘が1人いて、うん、今、小学校3年生なんですけど、彼女からのお手紙とかはやっぱり一番あの嬉しいかな、なんか物とかよりも気持ちが嬉しいです。